はい、こんばんは、いとっチャンネルです。4月の30日、火曜日ということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークと言いながらもね、平日だったりするわけなんですけど、休めてる人いますかね。僕はね、30日仕事でございます。で、仕事行くとね、新入社員がね、まだ休み取れないってことで、で、私の部署にもね、新入社員の女の子一人入ったんですよ。めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いです。笑顔めちゃくちゃ可愛い女の子が入って、まあそれをねその女の子とね見に行くだけでもちょっと幸せだったりするわけなんですけどねはい。でまあ他にもね営業部門にね新入社員の女の子入ったりしてて、どちらかっていうとね僕一緒に仕事するのはその営業部門の女の子の新入社員と一緒に出張行くこととかね結構昔はあったんですよ。でその中で面白いエピソードが一つあって、で、そのね、女の子と出張に行く、営業のね、新人の女の子と出張に行くときに、まあ、午前中は大体移動で、午後から会議なんですけども、その間のね、お昼休みの時間帯は大体一緒にランチ食べるんですけれども、で、その時にね、大体、なんか、男と女みたいな感じになるじゃないですか。僕一人でね、新入社員の、女の子。っていう。二人でね、一緒に食べるんですけど、まあデートみたいなね、気持ちになってね。まあ楽しい。早く出張いっぱい入んねえかな、なんて思うんですけどね。はい。まあ楽しかったりするわけなんですけど。で、そのね、女の子ね、面白いことに、いざ会計にってなった時に、なんか財布にね、お金がなかったらしくて、なんか困ってたんですよね。だって俺立て替えとくよって言おうと思ったら、おもむろにね、その女の子ね、靴を脱ぎ出して、靴のね、中敷きからね、千円札が出てきたんですよ。ヨレヨレの、ヨレヨレの千円札がもう足で温められたヨレヨレのね、千円札が出てきて、僕も笑っちゃってさ、なんでそんなとこから千円札出てくるのって聞いたら、いやー、都会は怖いところだから、財布とか取られたりするっていう、よく聞くんですよって言って、で、いざという時に使うこの千円札なんですよって言ってね、そういうふうにお金を入れとけと、靴の中敷きに。お金を入れとけってお母さんに言われましたって言ってね。で、その千円札をね、いざという時だってなって、このね、スパゲティ食べたお金にね、支払おうとしてたからね、すかさず僕もね、それ止めて、じゃあそれはいざという時だからと。今日はいざという時じゃないから、ここはね、僕払っとくから、つってね、僕がおごったっていうね、エピソードだったりするんですけど、今思えばね、そのヨレヨレのね、千円札ね、僕の千円札と交換してほしかったなって思って、僕もね、その新入社員のね、ヨレヨレになった千円札のね、老いに楽しみたかったなぁなんてね、今ちょっと思っております。はい。はい。で、今日はね、何をするかというとね、早速こいつが届きましたということで、注文してからね、次の日に発送されたんですよね。めちゃくちゃ早かったなぁなんて思うんですけども、パウキディさんの RGB20SX。うん、こいつがね、到着しました。待望のね、一品だったりするわけなんですけれども、箱のデザイン見てくださいよ。これ、すごくないですか？今回ね、こだわってます。格闘ゲームのね、ゲージ、ね。になってて、で、なんかこれ必殺技ゲージなのかな、そんな感じのゲージみたいになってて、ちょっとね、パウキディさんもね、なんか面白みをね、箱の方に出してきたと。今まではね、箱かなりね、なんか味気のない箱だったんですけども、まあ、本体の方でね、個性出せないから、個性出すと、本体の方で個性出すと売れないから、箱の方で個性出してきたぞって言ったところになっております。今日はね、このパウキディの RGB20SX の方ね、やっていきたいと思います。じゃあね、早速やっていきます。はい、じゃあね、早速箱から見ていくんですけれども、まあ、さっき言った通りね、格闘ゲーム風のね、感じの箱、パッケージデザインになってて、箱もね、なんかこう、なんていうか、黄色い感じの、ちょっとおしゃれだね、レトロ感あるというか、なんか西部劇のようなね、感じの箱の色になっております。なんかね、いいよね、今回。パウキリーさんの箱も良くなったよね。うん。で、結構ね、パウキリーさん送るときにね、梱包がね、しっかりしてますんで、全然箱の凹みとかないですね。で、今回ね、カラーはブルーにしました。まあ、それ以外にブラック、ホワイト、オレンジとなっております。このね、ブルー、ブラック、ホワイトはね、蛍光じゃないや、スケルトンカラーになってて、オレンジは、まあ、黄色という感じのね、色です。で、まあ、ぐるっと見てもそんな感じでね、まあ、少しずつね、パウキディさんも、かなり箱の方向性出してきて、楽しめるようになってきたなといった感じでなります。じゃあね、箱の中身見ていきたいと思います。はい、じゃあね、箱の中身こんな感じになって、
ております。まず本体ですね。これはちょっと後でもうちょっと具体的に見ていきます。あといつも通り電源ケーブル、マニュアルですね。こちらも中国語と英語。まあ基本的にね、2枚ペラです。ペラペラですね。2枚ペラのペラペラになっておりますんで、英語とね、中国語が併記されている、そんな感じの、マニュアルになっております。まあ基本的にボタンのね、話だったりとか、システムカードのを作るときは、3秒ボタンを押してねってなってますんで、そこだけね、注意していただければなと思います。まあ、細かく書いてあるんでね、なんか毎回ね、システムカードの作り方わかりませんってね、質問コーナーに来るんで、ね、SD カードセットして3秒長押しですんでね、それのシステムがね、構築されますんで、あとはソフトを入れてくださいといった感じです。で、あとはね、まあ、パウキジーさんの RGB20 シリーズといえばもう、毎回おなじみのね、子供向けのね、キャラクターの顔のね、シール。もうね、これがね、入ってるんです。今回ね、2種類。もう嬉しいね。2種類入っておりますね。パンダさんとトラさんね。パンダじゃないや。トラさんと、トラですね。トラさんと鹿ですかね。これね。鹿ですかね。なんかなかなかね、グッとしてる顔のね。そんな感じの顔だったりするんで、ちょうどね、ここのね、顔になるという作りになってるんで、僕はね、絶対貼らないです、これは。これ、貼らないです、これね。はい。貼る人いるのかなっていう思いますけどね。で、ちょうどね、パウキジさんのね、ね、キディ感がね、キディ感がここにね、個性がやっぱ出てくるんで、個性を出すか出さないか選択肢にね、なったというところがね、まあ、パウキジさんのね、進化したところかななんて思います。はい。これはね、貼る、貼らないありますんでね、僕は貼らないですね。はい。といった感じでございます。じゃあね、本体の方もうちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあまずね、本体の方を見ていくんですけれども、やっぱね、カラーリング良かったね。クリアブルー。クリアブルーはね、当たりですね。かっこいいです。すごくかっこいい。で、RGB10MAX3。これちらにね、RGB10MAX3 があるんですけども、同じ色です。同じプラスチックの素材になっております。はい。まあね、このね、RGB10MAX3 買った時に、やっぱクリアブルーっていいなぁなんて思ったんですけども、今回もね、RGB20SX ね、こちらクリアブルーにしてみましたが、やっぱりね、当たりですね。これとね、あと視聴者さんの中でね、RGB10MAX3 のブラック、買ったよっていう人いたんですけど、クリアブラックになってて、これもかっこよかったですよっていうね、報告受けておりますんで、クリアブラックもね、かなりいいと思います。今回ね、クリア、ホワイトっていうかもう完全にクリアっていうのもあったりね。なかなかね、カラーバリエーション今回優れてます、すごくね。かっこいい。うん。これはね、良かったなぁなんて思います。で、サイズ感ね、液晶長くねって、これ正方形液晶がね、今回特徴なんですけども、液晶長くねって思うんですけど、これね、ただの目の錯覚でね、ちゃんと正方形の形しております。ただね、ベゼルがちょっとね、黒いベゼルが若干領域が大きいから、長く見えると。うん。っていう感じです。で、RGB30 が、ね、過去にあったんですけども、ね。RGB30 とサイズ具合どうなのって言うとね、ほぼ一緒のサイズなんですよ、これ。すごいことに、RGB30 とね、サイズ一緒なんですよ、ほら。サイズね、長さサイズ一緒なんですよ、ほら。厚みがね、若干ね、20SX のが、ここは薄い。ここは厚いと。厚い部分もあるんだけど、こっちは薄いという感じで、サイズ全く一緒です。本当にね、事前情報でね、一緒だっては聞いてたんですけど、本当に一緒でしたね。こんな感じになっております。ね。びっくりですよ。ぴったりですよ。サイズぴったり。ぴったり同じサイズですね。大体ね、1ミリ2ミリは違うと思うんですけども、大体ぴったり来ると。これとね、RGB30 と、ね、同じとは思えないんですけれども、実は同じだったりするということですね。不思議ですね。なんか目の錯覚ってね。はい。といった感じになります。で、持ち心地、ボタン関係はね、見ると RGB30 と基本的に同じパーツを使っております。十字キーもそうですね。ほら。十字キーも同じパーツ。ABXY。うん。これも同じです。ただね、スタートセレクトあたりがボタン違うといった感じですね。うん。これパッと見るとね。やっぱ顔みたいになってるのがね。かわいい。で、ここカチカチ系。で、ここ持ち込みできるね。アナログスティック。これはあと任天堂スイッチと同じようなアナログスティック。ここもね、ファンクションキーもカチカチ系。スピーカーは真ん中に一つ。で、ABXY はね、こんな感じ。普通にね、押し心地がいいです。でね、今回びっくりしたのがね、持ち心地めちゃめちゃいいんですよ、これ。なんかね、なんでって思うんですけどね。めちゃめちゃ持ち心地いいんですよ、これ。操作性すごくいいです、これはね。
うん、なんかね、集中、真ん中にこって集中するから持ちにくいかなと思ったんですけど、持ちやすいんですよ。ね。今回はね、すごくいいです、ボタンはね。ビルドクオリティもね、結構良くなってきたなと。ファウキディ品質とはね、言えなくなってきたななんて思ってね。最近はね、ほんと物作りがね、最近素晴らしい。ほら、あんまり振っても音しない。うん。あんまりね、音しないです。で、びっくりしたのがね、この L1、R1、L2、R2。ここのね、ここの導線がうまいんですよ、すごく。こう、どうなってるかってね、こう見ていただくとわかるんですけど、高さがあるんですよ、ほら、ここ。これね、ちょっと低めになって、こっち高めになってるんですよ。斜めになってるんですよ、ちょうど。ほら、こんな感じ。斜めになってるから、こう、斜めになってるんですよね。まあ今流行りの L2、R2 を押しやすくなってる現象になってます、これ。これがね、かなり大きいです。ここのね、L2、R2 のね、ボタンがね、ちょっと出っ張ってるんですよ。これによってね、めちゃめちゃ押しやすくなってます、ここ。うん。これはね、いいですよ。今回で、ね、パウキリーさんどうした？こんなにいいもん作ってどうした？みたいなね、感じです。どうしたんだ本当にね、昔のギャグはどこに行ったんだっていうぐらいね、持ち心地めちゃめちゃいいんですよ。L2、R2 の押し心地めちゃめちゃいいんですよ、これ。ね。っていう状態です。これは本当ね、操作性すごくいいと思います。で、下にはね、USB ね、2つ、充電用と、あと拡張用かな。で、下に、ここにね、3.5 ミリのイヤホンジャックといったところと、スタート、セレクト、スタートとリセットボタンですね、ここはね。左側、スタートとリセット。右側、音量、プラスとマイナスになっております。で、ダブルスロットシステムで、システムとロム用となっております。はい。ね、うまいよね。で、上には HDMI ということで、もうね、ないもの何もないですよ。もうね、全部、必要なもの全部揃ってるという感じで、で、色もいいしね、カラーリングもいいし、ボタンの配置もいいということでね、今回ね、素晴らしいです。素晴らしい。はい。あとはね、この四角形の液晶がね、今後スタンダードになりうるんじゃないかなと思っております。4インチの四角形液晶がウェブローブに搭載されているというような状況です。で、横からね、こうやって立てるとね、こんな感じで、ちょっとね、傾斜立ってこうやって立つみたいな感じになってね、バランスもいいです、すごくね。すごくね、力関係が良くてね、バランスも良くて、こう、起き上がって見える、置いた時にね。だから置いた時にも、ちょうどよくこう、角度があってね、なって立ってるから、これもね、素晴らしいね。ここがちょうどこう、スリッてなってるんですよね。そのおかげでこう、バランスが良くね。この形ね、よく作ったなぁと思います。すごくね、いいです、出来は。びっくりするぐらい今回いいです。はい。どうしたパウキジっていうぐらいね。びっくりするぐらいいいもの作ってるなぁと思います。はい。といった感じのビルドクオリティになっております。はい、じゃあね、ちょっと他のゲーム機とサイズ比較していきます。基本的に RGB13 とはね、ほぼほぼサイズ一緒です。もうぴったり一緒ぐらいです。はい。だからね、液晶の画面がこう来て、コントロールパネルがこう来たっていう感じですかね。ほぼ一緒だと思ってください。はい。一応ね、立ててありますけどね。ちょっとこう、浮かせてますけどね。はい、大体一緒という感じです。まあ、ちょっと浮かせるために目薬置いてあるんですけど、あんまり気にせずにね。で、前作のね、RGB20 のね、こちら、20S かな。こちらと比べても S と SX。こっちが S ですね。20S で、こっちが SX となってるんですけど、まあ全然違いますよね。サイズ感としてはね。まあ前作と同じ、このね、顔みたいな配列はね、あとここのシワの、スピーカーのシワの配列は一緒なんですけども、前作はね、上にアナログスティックが来てたんですけど、今回下にアナログスティックというところがね、違ってたりします。はい。といった感じですね。これが前作の RGB20S になります。で、あとね、アンバニックさんのね、こちら、ね。こんな感じになります。RG35XX かな。はい。と、こう比較になるとこんな感じで。やっぱね、ディスプレイ大きい方が見やすいよねっていう。正方形ディスプレイ、4インチの正方形ディスプレイと 3.5 インチのね、RG35XX の違い、こんな感じになりますね。結構違いますよね。ディスプレイサイズ見るとね。こっちの方がね、やっぱ遊びやすそうっていう感じがあります。はい。といった感じですね。はい。まあ、こんな感じのね、比較となります。あと、ま、皆さんよく持ってるのがね、こちらかな。よいしょ。うん。レトポケ4と比較するとこんな感じなんで、レトポケ4よりは全然でかいかなといった、レトポケ4の方がでかいかなといった感じですかね。はい。といった感じの比較になります。じゃあね、こちらの RGB20SX にね、電源入れていきたいと思います。ここにね、電源ボタンありますね。長押しと。ちょっとね、フォーカス合わないね。長押しします。そうするとね、ここのインジケーターが緑から赤に
変わりまして、これでやっと起動画面になりますね。で、ここにね、OS が立ち上がりますんで。はい。まあ、ジェル OS かなと思ったんですけれども、ロクニックスでいいのかな？ロクニックスっていうね、OS が立ち上がります。ジェル OS のね、後継みたいな感じの、ハムウェアみたいな感じですね。引き継いだといった感じです。なので、ほぼほぼ JLOS と同じみたいな感じの画面になりますんで、まぁ、ちょっと見ていただければなと思うんですけど、もう最初の画面からしてね、もうね、JLOS と一緒です、ここら辺はね。はい。起動しました。まぁ、こんな感じでね、JLOS と同様にね、なっております。今回ね、僕ね、システムだけのやつ買ってて、ソフトは自分で追加しております。で、いろいろね、入れてみたんですけど、ちゃんとね、表示されましたね。ROM っていうフォルダーが出来上がってて、そこに任意のフォルダーで、まあ、各コンソールごと入れていくというような感じになります。はい。まあ、ネオジオだったらネオジオってフォルダーがね、ありますんで、そこに入れるといった感じかなと思います。今回ね、プレイステーションとか PSP とかも入れてみました。はい。といった感じですね。で、もちろんね、日本語にも対応しております。スタートボタンを押して、UI 設定かな。ここから、ここ、言語といったところを選択していただくと、ここですね。ちょっと見えないかな。言語といったところで、ジャパニーズって選択すると、日本語になります。一回再起動かかりますけどね。あと、テーマとかも変えれないかな。まあ、ここ変えれないですね。はい。といった感じになっております。で、あと気になるのがね、バトセラの設定のところで、更新っていうところもありますんで、更新開始すると、新しいプログラムデータを、ダウンロードしてね、自動で更新してくれるというシステムになっております。これもね、JLOS と一緒ですね。で、これね、情報って言ったところをまず見てみると、このロクニックスってなってるんですけども、どうもね、デバイスとしてはね、パウキディの RGB30 のものをそのまま使ってるみたいですね。なので、こちらのシステムがそのままこちらに転用されているという状況になります。なのでね、RGB20SX に最適したものを今搭載してないということになりますので、まあそのうち更新されてね、RGB20SX っていうやつが表示されるのかなと僕は思ってますけどね。はい。今だと4月11日付のファムウェアが入っているというような状況になっております。はい。まあ、基本はね、あとももうここら辺の使い方はね、JLOS と一緒ですんで、ね、ここら辺の設定も全部一緒ですんでね。はい。嬉しいことにスクリーンスクレープは入ってますんでね、スクレープもできますんで、ここら辺もね、うまく設定してね、やって、自動でダウンロードするみたいな。まあ、インターネットにね、繋いでといったところで、今回のね、RGB20SX、ちゃんとね、Wi-Fi のチップも積んでおりますんで、ネットワークの接続もできます。で、そこでスクリーンスクレーパーをかけて、自動でね、パッケージアートとか持ってきてね、ライブラリー化するってこともできますんで、これもね、今まで通りの機能がついているというような状況になります。はい、ということでね、こんな感じになっておるんで、じゃあちょっとね、何本かゲームの方をね、起動させていきたいと思います。はい、じゃあね、パウキディ RGB20SX のスペック表の話していきたいと思います。まあ、今回もね、RGB3T と比較しております。これ右側がね、パウキディ RGB20SX になるんですけども、まあ、基本スペックね、ほぼ一緒です。RGB30 とね、RK3566 チップ搭載ということで、まあ、セガサターンまで動くというところのね、そういうようなチップになっております。で、1GB の、LPDDR4 というところと、あとはね、全部変わんないですね。で、Linux はあるんですけども、JLOS だったのが、今回ね、バージョンアップの6NIX になっておりました。はい、これさっき見た通りです。で、ディスプレイは同じで4インチの正方形液晶 720×720 といったところと、あと大きな違いといったところで、バッテリー容量がね、900mAh も上がっておりまして、同じパーツ使ってて、バッテリーが上がってるってことはね、容量が上がってるってことは、稼働時間も増えてるということで、8時間稼働から10時間稼働まで、持続時間ができますよといった感じ。で、サイズはほぼ一緒で、で、これね、サイズ、重さ測りました。RGB30 の方が 207g なんですけども、RGB20SX は、221g ということで、だいたい 20g ちょっと弱ぐらい、重さが増えてると。まあ、多分ね、このバッテリー容量が増えた分といったところがね、一番大きいのかななんて思います。はい。といったところで、まあ、上位、若干こっちの方がね、RGB20SX の方が若干、
まあ、トータル的に見たら木の上かなと、持続時間とかね、そういうところ。あと、ね、Linux の OS が 6Nix になってるっていうところで、ここもバージョン上がってるっていったところで、若干なんです。同じ価格なんですけど、若干こっちの方がね、バージョンアップしてますよ、といった感じのイメージかなと思います。はい、じゃあまずね、一本目、ゲームボーイからね、遊んでいこうかなと思います。一応ね、こんな感じで、ね、表示されてるんですけれども、ここの設定でね、まあ、普通、オリジナルスケーリングもありますが、まあ、せっかくなんでね、いっぱいいっぱいに広げようということで、1対1ってやつをね、こうやって選択すると、もっとね、画面が大きくビロンと伸びますんで、まあ、これ正方形液晶でね、このサイズで楽しもうというのもありかななんて思います。もう、ゲームボーイのね、ゲームがね、これだけ大きくね、表示されるっていうのは嬉しいですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。とりあえず、スパルタン X ね、やっております。おっとっと、やっぱり囲まれちゃった。はい。まあ、ちょっとね、やっていきますね。よいしょ、よいしょ。まあ、スパルタン X ね、サクッとできるんでね、ちょうどいいかななんて思います。うっと。よいしょ、あばいばい。めちゃめちゃ囲まれてますけどね。よいしょ、よいしょ。気持ちいい。いいですね。よいしょ。画面がね、めちゃめちゃやっぱ綺麗ですね。正方形液晶ってなんかすごい綺麗に表示されます、ゲームボーイのね。よいしょ、よいしょ。こんな感じでね。で、ボス戦ですね。よし。よし。あー、このイライラ棒が嫌ですね。イライラ棒の動きがなんかやらしい。やらしいですね。動きやらしいですね。あー、動きやらしい。この間合い取る感がやらしい。あ、いてててて。よし。今のうち。よし。今のうち。今のうち。今のうち。明日倒しましたね。こんな感じでね、スパルタン X ね、一面クリアと。いった感じですけれどもね。まあ、ゲームボーイとの相性とにかくね、いいですね。この正方形液晶ってね。はい、すごい綺麗に表示されます。はい、じゃあ続きまして、スーパーファミコンからね。はい、ソニックブラストマン2になります。じゃあ行きましょうかね。まあ、これどちらかというとファイナルファイトみたいなね、ゲームになります。いろいろね、これサラリーマンからね、いろいろヒーローに変身して、戦っていくという感じですね。ソニックブラストマンって昔ね、ゲームセンターで流行りましたよね。パンチングマシーンでね。こんな感じで。いいですね。で、パンチングマシンでね、こうやられたら顔が歪んでいくみたいな感じでね。結構ね、面白いゲームだったんですけどね。で、大体パンチングマシンでね、みんな怪我するっていうのありましたよね。僕のね、中学校時代の体育の先生がね、パンチングマシンで、ね、思いっきりパンチしてね、骨折しましたね。よくあるんですよね。もうめちゃめちゃ気合い入れた結果パンチングマシンで骨折するなんていうね。うちの兄貴もね、だってよく骨折してましたからね。っていう感じで、ソニックブラストマンですね。けど、まあ、そのゲーセンのね、ソニックブラストマンが横スクロールのこうやってね、ファイナルファイト系のね、ベルトスクロールアクションになったっていう感じなんですけど、まあ結構ね、派手なんですよね、演出が。これが気持ちいい。動きも早いしね。よいしょ。こんな感じで。ベルトスクロールアクションはこう下からね、上に行くと、掴みの技が出しやすいっていうかね、掴みやすいっていうかね。はい、出てこんな感じで。はい。まあ、スーパーファミコンも当然ね、ちゃんと動きますね、ここら辺もね。正方形液晶で結構見やすいといった感じで。まあ、ね、よいしょ、おこれ爆発するんかな、はい。いった感じですね。はい。あ、敵がでかいのできましたね。はい。いった感じですね。こんな感じになります。よし。よし。ああ、やられちゃいましたね。こいつちょっと倒すかもしれませんね。こいつを。ハルクみたいなやつですね。気持ちいいですね。やっぱね、対等のゲームって結構面白いゲーム多いんでね。こうやって遊びやすいっていうかね。よいしょ。ああ、やばい、やられちゃう。ああ、やられちゃいましたね。全然近寄れない、ね。はい。こんな感じでね。とりあえず、中ボス倒しました。といったところです。はい、じゃあメガ CD から KO 遊撃隊の方遊んでいきたいと思います。じゃあゲーム開始になりますけどね。まあ、アニメーションがね、結構豊富に入っております。いいですね。このね、女の子が主人公ですね。これ可愛いよね、この子ね。バニーちゃんだね。いいよね、この大根芝居がね。ああ、いいですね。エロい。エロいですね。まあ、こんな感じでね、始まります。声優さんね、菅野美穂さんがね、大根芝居やってますんでね。
いいですね。若い頃の菅野美穂さんね、なかなかの大根だなっていうね。今じゃもうね、立派な、ね、立派な、女優さんですけどね。よしよし。まあ、こんな感じでね。結構ね、難易度高いんですよね、この KO 遊撃隊のね、このゲームってね。覚え芸だったりするんですけども、ここら辺もね、やっぱフルスクリーンでやるとね、結構迫力があっていいかなと思います。このフルスクリーンで動かしてますけどね、今ね。おー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 おおやべ、もういきなり後ろからね、タヌキが来てやられちゃいましたけどね。でね、後ろからの攻撃がやばいっすね。よし。ちょっとこのオプションを作ってみましょうね。おーおーおーおお結構激しいっすね。よしよし。こんな感じでね、しっかり動くかなと思います。なんか出てきましたね。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。難易度高いんですよね。一面から難易度高いっていうね。あ、倒しましたね。おーっと増えないかな。こんな感じでね、結構ね、楽しめますんで。メガ CD もね、バッチリ動きます。ここら辺はね。で、しかもね、フルスクリーンで楽しめると。フルスクリーンになってないのかな、これ、ね、今思えば。ちょっとビデオのね、スケーリング見てみると、4対3ですね。これをまた1対1にするともっとね、ドバッと。画面が大きく楽しめるかなと思います。ほら、画面一気に大きくなりましたね。いいですね。大きくて、キャラ表示されてて、あーいてこれはわからんわっていうね、ところで、ね、初見殺しですね。はい、といった感じでございます。ゲームオーバーになりましたね。はい。はい、じゃあ続きまして、ドリームキャストのね、ガンバード2動かしてるんですけれども、結構もうね、カリカリですね。ここら辺ちょっとね、多分、まだね、このロクニクスのね、ロクニクスのシステムが完成してないっていう感じがします。結構ね、このガンバード2ってね、軽いゲームなんですけれども、それでもね、オープニングでちょっとカリカリしてたんで、ちょっとカリカリしてるんですよ。ほら、ちょっとカリカリしてるんですよね。一応動くんですけども、最適ではないといった感じがしますね。一応遊べるっちゃ遊べると。で、一応ね、このね、縦型ゲーム機とね、このシューティングってすごく相性が良くてね。これはね、ほんと遊んでてね、気持ちいいです。こんな感じでね。すごく気持ちいい感じがしますね。やっぱ縦型シューティングと相性すごくいいですね、これは。はい。といった感じでね、結構しっかり遊べます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。とりあえず一面のボスまで行きましょうかね。こう、やられないようにね。おーおーおーおおおなんかいっぱいなんか宝石もらいましたね。よいしょ。このね、メガネっ子のこの女の子がね、可愛いんだわ、またね、これね。最近メガネの女の子って可愛いなと思うんですけど、どうでしょうかね。もう少しずつメガネ属性になってくるなと思いますけど。こんな感じで、かなり、ほんとね、ミニアーケードで遊んでるって感じがしますね。ミニアーケード巨体で遊んでる感覚になります。これは面白いですね。こんな感じでね。これはいいですね。よし。ちょっとね、ボム使いましょうね。突然なんで。よし。これミサイルいっぱいね、投げてくるね、トビアちゃんが可愛い。よし。ちょっとやっぱ処理落ちするんですよ。やっぱりドリームキャストね、まだちょっとね、重たいんですよ。このね、システムがね、やっぱりちょっとね、即席だったのかなぁなんて思います。完全に作り込まれてない感じがあって、そこがね、ちょっと気になるかなぁと思います。ちょっと重たいですね、やっぱりここら辺がね。うん、ちょっとね、ぬるぬる感が足りないんですよ。3566チップであればもっとね、いけるはずなんですよ、この子のチップの能力としてはね。能力としてはかなりいけるはずなのに、これぐらいのちょっとね、重たい感じになっちゃってるのがちょっとね。うん、ちょっと悲しいですね。はい、といった感じです。はい、続きまして、任天堂 DS のね、ニュースーパーマリオブラザーズ起動させております。ちょっとね、やっぱり重たいですね。若干重たさがある感じがしますので、これもね、まだね、システムが、重たいソフトにはまだ完全に対応してないって感じがあります。で、2画面でね、こんな感じでね、楽しめるっていうのが正方形液晶の良いところかなぁ、なんて思います。こんな感じでね。結構いいよね。これでもね。よし。いいですね。うん。
動きに対しては全然マリオが軽いからっていうのはあるかもしれないですけど、これの動きはね、バッチリですね。そんなに重さは感じないですね。よいしょ。よいしょ。あー、危ない。あ、でっかいキノコですね。おっきいキノコってなんかやらしいですね。おっきいキノコさんで、まあ、こんな感じでね。1の1といえばもう突っ込んでいくみたいな感じのがありますからね。よいしょ、よいしょ。こんな感じでいけるかなと思います。ここまで崩せましたね、全部ね。あ、取れないです。これ、あ、点数になっちゃうんだね。これね、もったいないことしましたね。はい、といった感じでね、DS もね、こんな感じで2画面で遊ぶのにね、非常にちょうどいい感じがあったりとかします。あとね、こんな感じで1画面表示もできますんで、これもね、結構遊び方としてはいいんじゃないかななんて思いますけどもね。で、切り替えてね、こんな感じで切り替えることもできます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ、DS あたりがね、ちょうどいいところかなとも思いますね。よし。こんな感じでね。よし。亀マリオになりましたね。まあ、また。よし。これで、こうやってね。よし。よし。こうやってね。やってきますね、こうやってね。いいですね。あ、バイバイ。はい、っていう感じでね、遊べたりしますんで。まあ、結構ね、DS との相性もね、やっぱこの正方形液晶は相性いいなぁと思います。特にやっぱこういうね、画面で遊べるのはね、楽しかったりしますんでね。はい。はい、じゃあ続きまして、プレイステーションのね、レイストームになります。こちらね、遊んでいきたいと思います。まあね、これもね、フルスクリーンにしてますんで、かなりね、遊び応えがあるんじゃないかなぁと思います。サウンドがいいですね、やっぱりね、レイストームはね。よいしょ。まあ今回はこっちで行きましょうかね。オートとマニュアルで行きましょうかね。オートね、すぐ打っちゃうからね。ピッて、録音したらすぐ打っちゃうんですよ、オートはね。だからね、やっぱりこれはマニュアルがいいですね。はい、こんな感じで動きます。いいですね。やっぱ迫力がやっぱ全然違いますね。うん。あ、気持ちいい。あ、全然違いますね。正方形液晶いいですね。新しい感覚でシューティングゲームが楽しめます。プレイステーションも全然普通に動きますね、やっぱりね。結構ね、プレイステーション名作シューティング多いんでね。いいですね、こんな感じで。よしよし。よし。よし。あー、楽しい。楽しいですね、これはね。あー、いいですね、正方形液晶いいですね。ちょっと音が割れかかってるかもしれないですけどね。ちょっとスピーカーやっぱ1個しかないんで、ただね、スピーカーの質はいいかっていうとそんなに良くはないかもしれないです。やっぱり、そこはケチってる感がありますけどね。よし。おうおう、いいですね。ちょっと音割れてますね。よし。よしよし。でもね、結構楽しい。いいですね。よし。よし。一応一面のボスまで行きましょうかといった感じでね。よし。あー、気持ちいいですね、これがね、またね。よし。二面からね、急に難しくなるんですよね、このゲームで。なんか途中からすげえ難しくなるイメージがあって。よし、いいですね。よし、おーっと。ああ、面白い。面白いですね。永遠に遊びますね、これはね。なんで太蔵さんこんな、ああ、今やられちゃった。こんな面白いゲーム作っちゃったんだけどね。またね、新作出してほしいですね。はい、倒しました。といった感じでね、とりあえず、プレイステーション関係もね、しっかり動きそうです。はい、じゃあ続きまして、セガサターンのね、抜群をね、起動させてるんですけれども、やっぱりね、これも本当、他のね、やつだとね、もうちょっと動くんですよ。RGB10MAX とかね。あとはね、RGB30 とかは、それもうちょっとね、抜群動くんですけれども、なぜかね、この 20SX、こちらはね、まだ重たいです、これ。だからシステムがね、最適化されてない関係だと思いますんで、ほら、めちゃめちゃ重たいでしょ、これ。ほら。
だセガサターンはね、もうかなり絶望的な感じのシステムになっております。で、ほんとね、これはね、アップデートで多分すると思います。アップデートして、動くようになると、あ、止まりましたね。このままフリーズしちゃいましたね。はい。といった感じで、セガサターンはね、あ、動きましたね。もうほぼほぼ遊べないと思っておいてください。今の段階だとね。そのうちね、最適化入ると思いますんで、それまでお待ちいただければなと思います。はい、じゃあ最後にね、お値段と発送日はね、もうすぐ発送されたんであれなんですけど、連絡していきたいと思います。パーキジー RGB20SX はパーキジーさんのオフィシャルショップで購入することができます。今だとですね、定価、$89.99 なんですけれども、今だけね、このオリジナルクーポンが出ております。RGB20SX グッとってね、これ入れていただくと、さらに20ドル安くなって、$69.99 からになります。本体とシステムの SD カードセットのみのやつが、$69.99 で、それに SD カード、ソフト用のね、SD カードを購入したものがさらにちょっと値段上がっていくといったイメージになります。で、$69.99 って日本円にするとだいたい今1万800円ぐらいといったところで、かなり安いと思います。これかなり安いです。1万円台でここまで動くってなるとね、かなり安いかななんて思います。まあさっきもね、ちょっと動作現象でドリームキャストとセガサターンがまだ微妙だなといったところはあるんですけれども、これはね、おそらくシステム上のね、まだ最適化が進んでないと。チップ上 RK3566 チップはね、そこら辺かなり快適に動くチップですので、システムさえちゃんとね、整えばこちらの方なんとかなるかなと思います。ロックニックスはね、またこちらもね、継続的に更新ってかかる OS ですので、こちらの開発の方が進めばね、いけるかなと思いますんで、安心していただければなと思います。で、とりあえずね、カラーは今回ブルー、私買いました。ブラックもかっこいいです。正直ブラックもめちゃめちゃかっこいいっていう話聞いてます。これ RGB10MAX の時ですけどね、クリアブラックすごくかっこよかったという話もあります。で、ホワイトもね、いいと思います。かなり、ナチュラル感のある色でね。あと、黄色っていうのもあります。オレンジですかね。黄色というかオレンジに近いといった感じなんですけども、こちらもね、結構意外にドリームキャストとの相性が良かったりっていう色的にね、家も遊ぶのにちょうど良かったりというのは、意外にポップでかっこいい色だと思いますんで、まあ好きな色ね、皆さん選んでいただいてといった感じです。一応5月10日上陸となっておりますが、私はね、発注かけて次の日に発送されましたんで、で、めちゃめちゃ早く届きました。今どうなってるかはわからないんですけれども、発送はね、次の日に僕はされましたんでね、で、すぐ届きましたと、1週間しないうちに届きましたといった感じですんで、まあぜひね、欲しい方、この安いタイミングでね、ぜひね、ご購入いただいた方がいいかなと思います。この動画の概要欄にリンクつけております。パーキリーさんのね、オフィシャルストアのね、リンクつけておりますんで、そちらから飛んでいただいて、このクーポンコードを入れて、購入すればこちらの価格で買えますんでね。ぜひ興味持った方、ご購入検討してみてください。はい、じゃあ最後にね、私の感想です。良いところとしてはね、L1、L2、R1、R2 のボタン仕様がね、過去一でいいです、これはね。僕今まで縦型ゲーム機いろいろ触ってきたんですけど、ここら辺のね、やつがぐっしりしてて、なおかつね、しっかりフィット感があると言ったところで、L2、R2 のここら辺のね、動線がすごくいいというかね、感じがしましたんで、これはね、褒めてもいいところかなと思います。あと持った感じだと縦型ゲーム機の中でもね、しっかりグッと持てるといったところでね、持ち心地がすごく良くて、ボタンのね、関係のなんか握ってる感じがすごく気持ちいいゲーム機だなぁなんて思いましたんで、非常に良いと持ち心地がね。で、あとね、やっぱりね、縦シューティングの相性がすごく良くて、こうやってね、ゲームセンターのゲームをここで遊んでるような感覚になるんですよ。縦型ゲーム機だとね、シューティングとの相性がとにかくいいというようなイメージを持ちましたんで、ほんと縦シュー専用機にしてもいいかなと。専用機って言ったところでは縦シュー専用機にしてもいいかなと、2回言いましたね。はい。ほんとシューティングとの相性はいいなと思いました。あとね、コスパですね。コスパ。今20ドルオフですからね、これね。めちゃめちゃ安いと思います。この RK3566 チップ積んで1万円ちょっとで買えるっていうのがね、めちゃめちゃコスパいいと思いますんで。まあ今ね、ほんとね、こちらね、いいコスパのものだななんて思いました。で、気になる点としては、まあ現行のシステムがまだ不安定だって言ったところ。こちらはね、まあパンと今後ね、ロックニックスのね、
ファームウェアの更新が始まれば、ここら辺かなりね、良くなると思います。今ね、多分ね、突貫工事で作ったようなイメージがありますんで、動きますよ。とりあえず動かしますよっていった感じだと思います。これがね、ドリームキャスト、セガサターンあたりのね、動きが、システム更新されて、ここら辺の動きがね、他の機種よりもね、明らかに悪いんですよ。このね、こちらがね、ほんと突貫工事で作ったような感じのシステムになっておりますんで、なんでこんなに重たいの？ドリームキャストなんでこんなに重たいのって、普通のね、こちらの RGB13 だと、もっともっとちゃんと動くのに、なんでこっちだと動かないのみたいな、そういうような現象がありましたんで、これはね、動く潜在能力は持ってますんでね、ちゃんとね、これはシステム側の問題だと思いますんで、更新を待てばね、ちゃんと動くと思いますんで、今後の更新にね、期待していきたいと思います。ということでね、僕の感想としては持ってていいと思います。これはね、ほんと買っても、損はないかなというような一品だと思います。で、またね、これが更新が進んで、動くようになるっていうのもまたね、楽しみの一つだったりしますんで、更新が進んでね、セガサターンがもっともっと遊べるようになったなぁなんていうのが、それが楽しみになったりしますんでね、一緒にね、共に成長を楽しむ、そんな感じのゲーム機なんじゃないかななんて思いました。ぜひね、おすすめしたいと思いますんで、興味ある方、この動画の概要欄から飛んでいただければなと思います。はい、ということで本日はパウキディ RGB20SX がね、着弾しましたんで、第一報といった感じでいろいろ動かして遊んでみましたが、いかがだったでしょうか。まあね、形、形状ですね。ここら辺の持ち心地、ビルドクオリティ、非常にいいと思います。こちらのね、ゲーム機はね。どうしちゃったんですかって良すぎです。ということで、いつもの受け狙いはどこ行ったんですかっていうね、パウキディさんね。ほんと最近いいものをすごい販売してるなぁなんて思います。ぜひね。本当いい商品だなと思いますね。もう一台欲しいな、僕ね。黒かね、ホワイトもう一台欲しいなと思ってるんですけどね。どうしようかな、ちょっとね。安いうちに買っとこうかな、なんてちょっと思ってたりしております。はい、ということでね、今日の動画ね、こんな感じでやってみましたが、いかがだったでしょうか。今日の動画ね、役に立ったって方いましたら、グッドボタン押していただけると嬉しいです。あとね、まあ、システム更新されてからかな、こちらはね、もうちょっと動作検証っていったところは。うん。もう少しね、ほんとシステムが安定してからもうちょっと動作検証やった方がいいかなと。今のね、この状態でね、評価できるシステムがね、安定化してないうちに評価出しちゃうともうね、悪いイメージついちゃうんでね、今はあんまり良くないです、システムはね。ドリームキャスト、セガサターンを動かしたい方はね、重たいです、これはね。システムが更新されてからね、評価していきたいと思っておりますんで、チャンネル登録の方もお待ちしております。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。いとっチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。